三重県立上野商業高等学校は三重県伊賀市に所在した商業高等学校三重県立伊賀白宝高等学校に統合のため2011年3月31日に閉校した2011年3月の閉校を前に三重県は伊賀市への優勝上等を打診したが伊賀市は財政事情から上等を受けない姿勢を示し県では校舎等を さら地化した上で売却する方針を同年に示した。続いて2012年6月の三重県議会で議員の質問に対し教育長がさら地化した上で伊賀市に売却を検討していることを公表し伊賀市が買い取らない場合は民間への売却とした。なおこの時点で校舎は閉鎖していたものの体育館やグラウンドは統合先の伊賀白鳳高校が部活動に利用していた。 2013年8月21日になって、伊賀市は、上野商業高校の跡地を、県から買収し、伊賀市消防本部を建設することを、伊賀市議会全員協議会で公表した。体育館、武道場、弓道場はそのまま残して、市民向けの体育施設とし、情報経済化の校舎として利用していた建物は、改修して、伊賀市上野東部地区市民センターとすることも示された。 そして2015年7月27日に消防本部建設の自鎮祭が挙行され、2016年11月21日に新庁舎で業務を開始した。2017年3月16日、上野東部地区市民センター県上野東部公民館が上野商業高校跡に展開館し、同年4月1日には旧上野商業高校の体育館と球道場を改修し、 伊賀市民体育館及び伊賀市民球道場として教養を開始した。これに伴い、上野運動公園体育館と伊賀、上野武道館球道場が前日付で廃止された。誠実望ましい生活習慣を身につけ、豊かな心とたくましい行動力を持つ人間を育成する。自ら学ぶ意識を高め、社会の変化に積極的に対応する人間を育成する。 自らの生き方あり方を考え、主体的に進路を選択できる人間を育成する。郷土の文化と伝統を愛し、地域社会の一員として、郷土や国際社会の発展に寄与する人間を育成する。一人一人を大切にする人権尊重の精神に貫かれた人間を育成する。ありがとうございます。